それではこの時間は今日の金先物情報をお伝えします。朝10時に大阪取引所が発表した金先物指数です。11,759円、前日比39円安となっています。それではここで日産証券本店第三営業部長笠島正幸さんにお話を伺っていきます。笠島さん、おはようございます。おはようございます。今日のまた金の動向についてお話しいただけますでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。本日10時の大阪金4月切りは1グラム 11,759 円でマイナス39円、ニューヨーク金中心現月6月切りの終値は1ドル4スあたり2,343ドルでマイナス32ドルで推移しております。昨夜のニューヨーク市場はガザ北部でイスラエルとハマスの戦闘が伝えられましたが、15日に発表を控えております4月の消費者物価指数を前にアメリカの金融政策の先行きを見極める動きで利益確定の売りに押されて取引を終えております。5月に入りアメリカでは新規失業保険申請件数が市場予想を上回るなど、労働市場の過熱感の和らぎを示す経済指標の発表が相次いでいる中、先週末にミシガン大学が発表した5月の景況感指数は市場予想を下回り、昨年11月以来の低水準となりました。また1年先の予想インフレ率が 3.2% から 3.5% に上昇し、インフレ圧力の強さが意識され、市場関係者の間では景気停滞とインフレが併存するスタグフレーションの懸念が徐々に意識され始めております。そのような中、市場では明日15日発表の4月の消費者物価指数の結果に注目が集まっておりますが、仮に結果がインフレ色の強い数字が示されますと FRB による利下げが後退する懸念から金の価格は一旦安くなる展開が予想されます。しかしながら今後の政治的経済的に対する不透明感から引き続き金への資金流入が続くと考えておりますので、発表後値段が安くなっても冷静に対応していきたいと思っております。今朝の大阪金先物市場の状況をお伝えいたしました。大変よくわかりました。笠島さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。日産証券本店第三営業部長笠島正幸さんにお話を伺いました。以上、今日の金先物情報の時間でした。